エニウェトクの戦いは、第二次世界大戦中の1944年2月18日から2月23日にかけて戦われた日本軍とアメリカ軍のマーシャル諸島、エニウェトク干渉をめぐる戦いの通称。アメリカ軍の作戦名は、キャッチポール作戦。一連のギルバートマーシャル諸島の戦いにおいて、事実上最後となる主要な戦闘であり、 この戦いと支援作戦であるトラック島空襲以後、マリアナ諸島より東の地域から日本の航空兵力と重要拠点としての価値が一掃されることとなった。ここではエニウェトクの戦いの後にウォッチェ、ジャルート、ミリ、マロエラップの各干渉を除くマーシャル諸島各地で行われた総統戦についても簡単に説明する。クエゼリンの戦いも 参照1943年末頃になると、ソロモン諸島方面はほぼ日本軍の支配権は失われた。アメリカ軍は日本本土攻撃の基地となるマリアナ諸島攻略を目指し、次なる攻略の主目標として中部太平洋マーシャル諸島方面を施行した。そのため、手始めに1943年11月にはギルバート諸島のマキン干渉。 タラワ島を攻略した。年変わって1944年1月30日には、マーシャル諸島の1月31日から2月4日に、かけてクエゼリン干渉攻略が行われ、日本軍の防衛の最前線であったマーシャル諸島は、無力化された。また、アメリカ軍は、クエゼリンの戦いの最中に、マジロを無血占領し、有力な根拠地とした。エニウェトク干渉は、 マーシャル諸島とマリアナ諸島の間にあり拠点として適していた。アメリカ軍はエニウェト区間省を日本本土からマーシャル諸島へ新手の航空兵力を送り込む中継点とみなしており、またトラック諸島制圧とマリアナ諸島攻略のための飛行場及び白地の確保のため進行することを計画した。しかしアメリカ軍の見立てとは違って、 日本軍による島の防衛体制は1943年の時点までは手薄だった。これはアメリカ軍の攻撃は最初はマーシャル諸島南西部であると日本軍が思っていたためであり、事実アメリカ軍はそこを攻撃していた。また何らかの軍事施設を建設し始めたのは1942年11月のことであり、1943年3月には 滑走路が完成した。地上兵力は第61警備隊文献隊による監視章が1943年1月に設けられたのが最初で、その他航空要員が50名程度いた。ところが、マキンとタラワの陥落の後、エニウェト区においても兵力増強の必要性が感じられ、1944年1月4日には満州から、 陸軍の海上軌道第一旅団主力が移駐した。守備隊は、艦渉内のエンチャビ島、メリレン島、エニウェトク島に配備され、司令部はメリレン島に置かれた。移駐に伴い、第61警備隊文献隊は、海上軌道第一旅団の指揮下に入ることとなった。旅団長の西田幸次少将は、移駐に先立って、在トラックの第四艦隊より、 守備要領の策定を例され、エニウェトク到着後はすぐに陣地の構築を開始。しかし、エニウェトク干渉は三五章の小島であり、そのうちエニウェトク島は砂地であったため地形的に陣地の構築は非常に困難だったが、地下に延滞を構築して公道で連結させる体制にはなっていた。資材は主にエンチャビ島に保管されており、メリレン、 エニウェトク領党にも分配して人地構築を促すことになっていたが、その前にアメリカ軍の上陸を迎えたのである。アメリカ軍は前日のようにエニウェトク干省をトラック諸島制圧とマリアナ諸島攻略の拠点として進行を計画していたものの、当初の計画では5月11日に上陸作戦が行われることになっていた。しかし、 クエゼリンの戦いの戦況やマジロの無血占領を受けて、早くも上陸第2日の時点で、クエゼリンの戦いに予備隊は必要ないというムードが流れるようになった。そのムードは、現地で作戦を指揮していた、レーモンド・スプルーアンス・中将リッチモンド・ケーターナー少将及びホーランド、エム・スミス海兵少将をはじめ、太平洋艦隊司令長官チェスターに3つ対象や、 しまいには合衆国艦隊司令長官兼海軍、作戦部長アーネスト・ J ・キング大将までも包むこととなり、緊急に作戦計画の変更が行われ、アメリカ統合参謀本部は2月3日付で、エニウェトク攻略とトラック攻撃を許可することとなった。アメリカ軍の戦闘経過。日本側古承エンチャビ島はエンゲビ島、メリレン島はパリー島と表記されている。 航空支援を受けながら戦闘するアメリカ軍。激しい事前砲爆撃でヤシの林が丸坊主になっている。陸海軍の軍人ほか軍属などを合わせて総兵力3560名である。上陸部隊の総兵力1376名で独立海兵第一旅団長トーマス・イーワトソン,ジュンショ将が指揮を取った。海兵隊指揮官が 陸軍部隊を指揮する珍しい体制だった。全体の指揮は第3上陸作戦部隊指揮官のハリー・ w ブリュー・ヒル・少将が言った。1月31日午前4時にアメリカ軍の艦載機による空襲が開始された。この時、エンチャビには前日にテニアン島から飛来した陸上攻撃機十数機がいたが、 有効な防御と反撃が行えないまま4機を除いてすべて破壊され、その4機も空中被体したまま行方不明となった。この攻撃により日本軍は人地と兵力に大きな被害を受けた。この空襲は2月5日まで続いた。戦況の予想外の進捗によりエニュエトク攻略の期日を繰り上げたアメリカ軍であったが、エニュエトク干渉についての情報は十分には 掴んでいなかった。しかし、運よく、ギー島攻略の際に、重要な海図75枚を発見して六角しており、その中に、エニウェト区間賞のものも含まれていた。これにより、水路に関する情報を知ることができた。また、エニウェト区間賞が、トラック諸島やマリアナ諸島、ポナペから比較的攻撃しやすい位置にあったため、トラックとマリアナへは、第58任務部隊を送り込み、 ポナペは、タラワから、B、B-24 を送り込んで爆撃することとなった。第58任務部隊のうち、サミュエル・ P ・ギンダー少将の、第58.4任務軍は、エニウェトク作戦にずつが、うこととなった。B-24 は2月16日から2月27日まで5回に、渡って、ポナペを爆撃し、第このようにして、 日本,民からの日本軍の反撃の目を摘み取った。2月18日未明から水上部隊による艦砲射撃が開始された。エンチャビ島には6765発。エニウェトク島には小型艦中心に5432発。メリレン島には11740発の砲弾が打ち込まれた。ギンダー少将の 第58.4任務軍もこれに呼応して2月18日から全般作戦支援に任じることとなった。この艦砲射撃と空襲の援護の下、アメリカ軍の偵察隊は、総海帝軍による総海の後に、干渉内に入り、干渉内の無人島である、ルジョール、アネツ、エイリ、ボゴンの4島に上陸し、夕方までに、榴弾砲12門と、三砲12門を揚陸した。 水上部隊は夜に入っても、艦砲射撃を継続したが、海上機動第1旅団第3大隊機関の延ャ日、島守備隊船276名はこれを見て、砲爆撃の合間に、外洋側に配備していた三砲などを密かに、干渉側に移動させて、迎撃態勢を整えた。2月19日8時44分、艦砲射撃と空襲が終わった後、 トーマス・イーワトソン・ジュン賞式の第22、海兵連隊約3500名がエンチャビ島に上陸した。事前攻撃の合間に密かに移動した方は、その甲斐なく、ほとんどが砲爆撃で徹底的に破壊され、残った砲と敵弾頭で上陸部隊を迎え撃つしかなかった。アメリカ軍は戦車を先頭に進撃し、滑走路付近で抵抗されたものの、 上陸して約1時間後には、エンチャビ島守備隊の残存兵によって、万歳突撃が行われて組織的抵抗が終わり、6時間後に島の確保を宣言した。占領後の島内の捜索において、メディレン、エニウェト特領等の守備体制に関する書類が押収されたが、このことはアメリカ軍に作戦計画の大幅な変更を強いるものとなった。アメリカ軍は、メディレン、 エニウェ特領島には日本軍がいないかいてもわずかであると判断していたが書類の解読の結果メリレン・エニウェ特領島にも相当数の日本軍守備隊がいることが分かったためメリレン・エニウェ特領島に対する事前攻撃を激しくすることとなったエニウェ徳島守備隊808名は激しくなった事前攻撃により備蓄食料や弾薬が消失し 特に弾薬が引き起こした誘爆は、島内交通を封じ込めることとなった。そんな最中の2月20日各時18分、エニウェ徳島に、第27不評師団第106不評連隊が上陸を開始する。しかし、同部隊はこれまで十分な戦闘訓練を受けておらず、上陸後も緩満な行動を行い、上陸から3時間後には、エニウェ徳島守備隊からの反撃によって、 ついに前進を阻まれた。このため、第22海兵連隊から1個大隊が5めとして緊急に派遣され、これによってアメリカ軍は再び勢いを盛り返すことができた。それでも2月21日から22日にかけて、なおも抵抗を受け続けることとなった。2月21日の早朝と午後に行われた、万歳突撃がエニウェトク島における最後の、 組織的抵抗となったが、2月22日午後に、ヒル少将が占領を宣言するまで戦闘は散発的に行われた。エニウェトク等の戦闘は、事前攻撃は十分でなかったことと、第106不評連隊の連度の低さから、占領までに3日もかかる羽目となった。メリレン島では、エニウェトク島における誤りは繰り返されず、戦艦、テネシー、 ペンシルベニア島による猛烈な艦砲射撃、空からの援護爆撃、およびメリレン島の北に位置するジャプタン島からの砲撃が2月21日から3日間にわたって行われた後、2月23日朝に第22海兵連隊が上陸した。十分な上陸準備が行われ、上陸後も同等地下に構築した陣地を爆薬と火炎放射器で徹底的に攻め立てたため、 メリレン島は遊告までには制圧された。ただし、アメリカ軍の方、第三隻が、自軍駆逐艦に誤射され、多数の死傷者を出した。また、占領宣言後も破壊しきれなかった、地下陣地からの散髪な反撃を封じ込めるのに時間を、要した。戦闘ストレス反応を起こし、1000ヤードの業種を見せる19歳の、海兵隊員、セオドア・ジェームズ・ミラー一等兵。彼は、 撮影から1ヶ月後の3月24日に、エボン干渉で戦死した日本軍は、少数の捕虜以外は全滅。アメリカ軍の損害は戦死及び行方不明195名、負傷521名というものであった。兵力の比率はおおよそ3未満単一と圧倒的な、兵力差ではなく、エニウェト9時までの陸軍部隊の緩慢な戦いという問題点もあったが、 海兵隊がそれをよく補ったため、戦いを優勢に進めることができた。クエゼリンの戦いの予想外の進展によるエニウェトク攻略の繰り上げは、結果的にアメリカ軍に全面基地と出て、日本軍が十分な防備体制を構築する前に、これを叩き潰すことに成功した。ヒル少将は、以下のような報告をスプルーアンス中将に言っている。私は統治における、 戦闘の細部について閣下が関心をお持ちであると思います。我々は全くクマンバチの巣に行き当たったような有様でした。何度も何度も攻撃隊を発進させて、やっとこれを制圧することができました。しかし、もう2ヶ月も後であったならば、これを占領することは非常に困難だったでありましょう。閣下があの時期に攻撃するように決定されたことが極めて良かったことに、 疑問の余地はありません。各家がトラック島及びサイパン並びにテニアン島に攻撃を加えられたことは非常に良かったと思います。我々は17日間にわたるエニウェト区間賞に対する攻撃の間に日本軍の飛行機を一機も見かけませんでした。ハリー・ W ・ヒル、トーマス・ B ・ V ・ U ・ L、テイトク・スプルーアンス37万1372ページアメリカ軍は ギルバートでの苦しい出血から多くのことを学び、その教訓を一連のマーシャルの戦いで遺憾なく発揮した。その効果は実に敵面で、タラワ戦で幾く分化損なわれたアメリカ軍将兵は、愚かアメリカ国民の士気をも一気に回復するほどのものであり、また、空母任務部隊の威力やスプルーアンス中将の作戦計画の遂行能力の高さなども確認されることとなった。 マーシャルの戦いの後、太平洋の主戦場は、中部太平洋方面からはしばし離れ、ニューギニアからフィリピンへの進撃を渇望していた、ダグラス・マッカーサー大将の兵力が主力となる、ニューギニアの戦いに移ることとなる。エニウェトクの戦いの後、アメリカ軍は、マーシャル諸島各地で総統戦を行った。一連の総統戦で大きな戦いはなく、4月下旬までには、終わった。 経緯は以下の通りである。一連の戦いの後放置されたウォッチェ、ジャルート、ミリ、マロエラップの4干渉は増強される航空兵力のための格好の訓練地として爆撃を受け続けることとなった。クエゼリンの戦いでは約6対1。ありがとうございます。